遊びやすいようの、あるいは東大法学部の東京裁判におけると同じぐらいの犯罪行為を人民における法人の方がやるんだ。止まったらいいんじゃん。いいですね、それ。しっかり撮らせていただきますよ。比べて警察がだいぶ柔らかくなりましたね。ひどかったですよ、一時は。一番ひどい時はつけ回されましたよ。ずっと一人の警察にずっとつけ回されて。今はこういう、マイクのテスト中です。届いてますでしょうか。バイクのテスト中です。音は届いてますでしょうか。ロシアの雇用から帰ってきたばっかりですね。ああ、そうなん。次50人変わったんですね。あ、なんか、ちょっとどっかで見ました。ごめんなさい。見ただけで。あれに行かれたんですので、あくまでも交流会といってもらって、この手穏やかにニコ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 して警察にね言うことだけしかない。警察に何を言われようともニコ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 して。あ、
皆さん、お疲れ様です。海峡省前の九万点、12時30分から、開始になりますけども、8時30分から、開始になりますけども、ぼちぼち話を始めていきたいと思います。皆さん、規制委員会の人事問題、非常に緊迫した状況になっています。お盆前の解散づくめの状況で、一斉審議ができた状況ではありますけれども、お盆を受けて、来週早々、20日の月曜日には、国会で議員委員会が開かれます。最短で月曜日の、議員運営会で、午後の審議日程が決まり、最短では、最悪では、開会日、水曜日と、それぞれ、本会議での採決の可能性も否定できないという、非常に、緊迫した状況にあります。次にこの、無駄から市長、現地村がますます結局提供不正に、それをこの危険な人事案、絶対に許してはいけません。そのためにも国会での議決、これを何とかしてでも阻止しなければいけないと思います。今日私たちは、国会議員に対してこの同一人事案同意するのかしないのか、その賛否を再発揮するよう、求めるアンケートを全部の国会議員事務所に、届けました。もしこの不正人事案に安易に同意するようなことがあれば、次の選挙、私たちの投票行動はこの規制人事案の賛否によって大きく対応したということを伝えて、伝えるためのアンケートでもあります。この次の選挙、私たちは脱原発を狙っています。しかしおそらくはこの政党も脱原発を止めるならそういう人もわからない、連発したことがあると思います。私たちは日米国民で、私たちは脱原発について、どうしたいのか、国会議員がそれぞれ何を考えどうしようとしているのか、マニフェストではなくてここの国会議員のこの規制の一日中に対する態度、賛成票を投じるか反対票を投じるのか、それで見極めさせてもらおうとありますか。そして安易にこの政権の言ったことを強く訴えて、国会議員総理人事案、この政党人事案に真剣な態度で、きちんと反対票を投じるよう、訴えていきたいと思います。また私たちは、この政党人事案に違法ではないかと、この違法性の問題について政党の準備室、この政党の準備をしている、政府の役人たちと、きちんと話がしたい。この違法性について、問いただす、何が問題ないかをはっきり考えると思って、この政党の準備室との政府交渉というのを再三要請してきました。8月2日の要請には、今日は人が集まるからと言って断ってきました。そして来週の月曜日、20日にも、政府交渉を行うのを要請をしました。ところが今日になって、政府の準備室は、市民との対応を断ってきました。断る理由は何か、私たちはもっと市民とは対応するではない、それが理由です。もうこれはもうとんでもない、許しがたい事態です。これまで政府の準備室の役人たちは、手分けをして国会議員を一人一人回ってこの人事案に同意するように、そういうロビーを行ってきました。ところが私たち市民がこの人事案の違法性を取り立たして、しっかりと話がしたい、
出したい、話し合いがしたい、その要請には市民とは会う気がない、話す気がないと、そういう理由で断ってくる、細野大臣、あなたはこんな規制庁を作りたかったんですか。こんな規制庁はいりません、こんな規制委員会はいりません。ぜひ皆さん、この、市民との対話を断ってくるような、規制庁準備士にも、怒りの声をぶつけていただきたいと思います。これは絶対にあってはならないことだと思います。皆さん、環境省までのヒューマンチェーン、8時半から、開始になります。スピーチを受けた後、ぜひ皆さんで、また、チェーンを作っていきたいと思います。今日はこの、建物の前の、この道路の一角ですね、ここを利用して、その行動を行っていきたいと思います。先ほど話があったように、今国会議員に対して改めてこの同意人事案に賛成するのか反対するのか態度を問いただす、アンケートを配っています。全議員の事務所に配り終えています。ぜひ、皆さん、この週末、この週末が勝負です。地元に帰っている国会議員たちにこの規制同意人事案、賛成するのか反対するのかアンケートが回っているはずだから、しっかりと、個々の議員として考えて考えて、どちらに票を投じるのか、しっかりと考えて結論を出して、そのアンケート結果を返すように、ぜひ、皆さん、地元の、国会議員に働きかけをお願いいたします。雨に、賛成票を投じるようであれば、脱原発を願う市民たちは、もう決してあなたには投票しませんよ。もう二度と国会の場に帰ってくることはできませんよ。そういった、気持ちを込めて、ぜひ、地元の国会議員の皆さんに働きかけをお願いいたしたいと思います。皆さんにお配りしている黄色いメッセージボードの、裏にその国会議員に対する、その要請の、ひな形、サンプルがあります。ぜひこれをお読みいただいて、これをそのまま使っていただいても結構ですし、あるいは自分なりの、メッセージを地元の国会議員の皆さん、あるいは、知り合いの国会議員の皆さん、あるいは、鳩山さん、菅さんといった、キーパーソンたちに、ぜひ、この週末声を届けて、この週明け以降、採決が行われるかもしれない非常に、国会緊迫した状況になります。ぜひ人事案に同意しないよう、また政府に対しては、市民たちとの対話にきちんと応えるよう、そして、この人事案については、反対が多いのだから、この差し替えについて、一から、撤回して一からこの人事案、考え直すよう、皆さんぜひ、働きかけをお願いいたします。地元の国会議員、あるいは知り合いの国会議員、あるいは鳩山さん、菅さん、あるいは自民党や公明党の、キーパーソンたちに、ぜひ、事務所に、電話をするなり、ファクスをするなり、メールをするなり、どんな形でも結構です。皆さんにお配りしているメッセージボードの黄色い紙の裏側にサンプルデータがありますので、それを参考にしていただいて、週明けからの、動きに備えましょう。ぜひ人事案に同意しないよう、安易に同意しないよう、安易に同意するようなことがあったら、次の選挙はどうなるか分かりませんよ。もうとても応援できませんよ。言ったことを含めて、ぜひ、議員たちにその声を届けていただきたいと思います。お疲れ様です。事務連絡なんですが、ここもうすぐ集会始めていきますが、通路の方ですね、開けてください。でもう一つ展示ブロックがあると思います。黄色い展示ブロックも基本的に開けるように気をつけてください。で今日ここにですね、完成前の抗議行動などを終わった方々もこれから合流してこられると思います。人がすごく増えた場合には、今日はこの敷地全体を囲むということを追求することではなくて、基本的にこの環境省をこの迎え合う正門の面と、それと反対側の府警公園の側のこのあちらにも、人が増えた場合は映っていただいて、
誘導スタッフの方々がいろいろなところで誘導してくれていると思いますけれども、基本的にはその指示に指示を聞いていただいて動いてください。一緒に最後まで声を続けていきたいと思います。それともう1点、もう3回目になるんですけれども、何度も来られている方はご存知と思いますが、このビル、厚生労働省が、下からずっと入っているビルなんですが、環境省というのは23階から上に入っているということなんです。ですから首を、上げると相当上で、多分なんか 4つから5フロアぐらいしかないような状態ですが、まあ、本来もっと、しっかりとした仕事を環境省するためにはもっとフロアを広げるべきなのかもしれませんが、いずれにしても今は23階から上が環境省が入っていて、この人事案を決めた責任者である細野豪志環境大臣、原発担当大臣の執務室もその23階から上にあります。それともう一つ、原発担当大臣としての執務室は実はここではなくて、経済産業省から官邸の方に向かう大きな、横断歩道を渡った先、高速道路から降りてくるところがありますが、あそこにある中央合同庁舎の4号館、原子力委員会や原子力安全委員会が入っているビルに実は原発担当大臣としての執務室があると。で、規制委員会の準備室もそこに入っているということです。ですから先ほどお話ありましたが、政府交渉に準備室は出てくることもしない、市民とは向き合わないというひどい対応をしています。ぜひ抗議される方はこの中央報道の庁舎4階の方に行って、抗議していただければいいかなと思います。まあ、今日行けということは言いません。まあ、閉まってますからね。機会があればそちらにも抗議していただければいいと思います。事務連絡以上です。意外と今日は警察も やばかったですよ。うん、そうだね。うん、一時ひどかったんで。まだやっぱり、ちょっとちっちゃいけないとか、うん、もうあとはもう口八丁でやっていくしかないんで、うん、行き当たりばったりで。それからいいじゃないそれちょっといいですね、びっくりしました。取らないようにします、逆に。矢上さん。皆さん、官邸前や経産省、文科省、いろいろなところで抗議をされてこちらに移ってきた方もおられると思います。もう本当にお疲れだと思います。今日も暑いです。しかも、門が開けてまだ本当に数日ということで、本来こんな時になんで私たちは政府の至るところで抗議の声を上げなきゃいけないんでしょうか。交通費だってかかります。時間だってかかります。もう早く帰って仕事を終えてビールでも飲んでお茶でも飲んでゆっくりしたいところを、どうしてこの国は私たちにこういう抗議をいつまでも強いるんでしょうか。本来3月11日のあの福島第一原発の事故を受けて、今政府は本当に反省して原子力村とは決別して、本当に新しい私たち一人一人が信頼できるような、これなら規制を任せられると本当に思えるような組織の人事案を示しているべきでした。しかし細野豪志環境大臣、原発担当大臣はあろうことか原子力村のメンバー3人を含む5人の人事案を示してきました。皆さんご存知の通り、委員長は田中俊一、原子力委員会などを委員長代理を歴任し、まさしく原子力村の村長格です。秘密会合にも出席していました。そして福島の問題では女性を頑張ったと言われていますけれども、実際にやっていることは女性意見に石をつけて原子力を再び推進するために女性をするというような変な転倒のようなやり方をしてきました。その証拠に損害賠償のことについては最後まで
亡き父子さんも子供も大人も、関係ない影響はないというふうに言っています。池田さんも現役の現職のメンバーです。こういった実態に撤回させて正しいのを確かめる、そのことを今日も声を上げて確かに求めたいと思います。時間には月曜日の人運営委員会の場でこの決断をどうするか、採決をどうするかということが話し合われる恐れが高いです。もしここで日程が決まってしまえば、早ければ火曜日の衆議院と参議院で採決が共同になりませんね。自民党の公明党の首相は関係に合えば私たちは本州で大事をする諦めることなく、今日の自民党の人たちは見つけてみたいなものを送るものね、そうですね、そうですね、はい、はい、ところで9時10分ぐらいまで緊迫した状態になっています。来週明け月曜日の会が開かれることになりました。ここでこの人事の最悪火曜日水曜日の国会議で採決されてしまえばこれが決まってしまうと非常に緊迫した状況です。そして今日も改めて国会議員の全部の
時事案の、現在の状況と、そして今日も行われた市民の取り組みについて、法律ジャパンのミスさんの方から一言発言してもらいたいと思います。お願いします。
の人事案、もしこの人事案にですね賛成した議員については、かつて、確かに個人情報保護法案だったかと思いますが、亡くなった作家の城山三郎さんがこの法案に反対してですね、反対した議員に賛成した議員については石碑に名前を彫り込んで、もう末代までその責任を問うということを言われていたことを思い出します。私たちも今回もしこの人事案に賛成した議員については、まあ石碑もお金がかかるんですが、まああまりお金のかからない方法で、そういう何かもう刻み込む名前を、その真っ先に書かれるのは補助の防止、そういうことになると思います。そういう恥ずかしいことがもう長年ですね、そういう恥ずかしい石碑を作られないために、補助の大臣は今すぐ白紙撤回してほしいと思います。こんばんは、原発を考える品川の女たちの七戸といいます。 3.11 を私たちは経験して、私たち自身が変わりました。でも変わらないのは、これまで原子力政策を推進してきた原子力保安院であり、そして原子力村と言われている人たちだと思います。田中俊一さんが 3.11 の後4月1日に反省の弁を述べたということが報道されました。しかしこの間、議運で田中俊一さんに意見聴取というものがあったんですけれども、その時の田中俊一さんの発言を聞くにつれ、彼は全然反省をしているなどということはないということが明らかになっていると思います。彼は細野さんも原子力村からの奉仕謝礼ですか、そういうのをもらっていたというふうに言われていますけれども、その時に彼はそのことを聞かれた時に何て言ったかっていうと、私も年金生活者ですからそれはすごく助かりましたというふうなことを平気で言える人なんです。私たちはこんなふうにずっと原子力村で育ち、そして原子力村でずっと貢献していた田中俊一さんをこのまま原子力委員会の規制委員長にしていいんでしょうか。私たちはもうすでに、私たち国民は変わってきています。原子力はいらないんです。私たちはもう原子力に頼るようなエネルギーを必要としていません。変わらないのは相変わらず国であり政府であり、そしてこの原子力をずっと推し進めようとしている行政だと思います。細野さん、環境庁の細野さんはずっと福島に寄り添ってという言葉を言っていますけれども、そのことがきちんとした言葉になろうとするんであれば、彼自身がきちんと福島の人に寄り添ってこのような規制委員の人事を出さないということだと思うし、撤回することだと思います。皆さん、もうすぐこの規制委員会の人事が国会に上呈されて決められようとしています。ここに足を運んでくださった皆さんにお願いします。皆さんの声を一人一人国会議員に届けてください。私たちは今日各議員に向かってポスティングをして、この規制委員会の人事にどのような判断をするのかということを、そういうアンケート用紙を配ってきました。この配ったアンケート用紙がどんな風に活かされるのかは、皆さん一人一人が各議員に対してどのような決断をするのかということを迫ることに必要です。皆さん一人一人が、一人が3人に、一人が5人に、少しずつでいいです、声を届けて、この原子力規制委員会の人事が白紙撤回されるように声を上げてください。皆さんの近くの人に声を届けてください。そして地元の国会議員の事務所に行って、いいです、今回の規制委員の人事に私は反対していますと、きちんと国会議員に声を届けてください。その積み重ねでこの委員会の人事が撤回されるかもしれないです。私たちはその撤回されることを信じて声を上げていきましょう。私たちは未来の子どもたちに対して責任があります。私たちが今伝え続
私と家内は考えて、今までの仕事も捨てて、危機も捨てて、信頼も捨てて、全部捨てても、この夢は捨てるのはやめよう、この覚悟で福島を離れました。重かったでしょ。お疲れ様です。
こんばんは、私は東京電力の、株主代表訴訟をやっています。この株主代表訴訟、先ほど皆さんにチラシを配らせていただいたんですけれども、東京電力の歴代の取締役、ずっと原発を推進し、私たち株主運動が毎年脱原発の提案を出しているにもかかわらず、それにずっと反対し続けた東京電力の取締役27名に対して5兆5045億を賠償し、そしてその賠償金で福島の人たちに、被災した人たちの賠償金に充てるよう、そういう裁判を起こしています。今度9月の13日が第2回の口頭弁論になります。この裁判で私たちは情報保険、東京電力がずっと隠しているテレビ録画の記録を3月の11日事故直後から3月の30日までの録画を証拠保全するように裁判所に求めました。本来は国会事故調なりですね、国会がその録画を証拠保全すべきなんです。そしてもっと言えば、東京検察庁が事故直後に東京電力の本店に入って、そして証拠の録画や記録や全てのものを差し押さえる、そういったことが本来なされるべきでした。日本の検察も裁判所も何もしなかった、保安にもしなかった。そういうことで私たちは今東京電力の取締役に対して代表訴訟を起こしているわけです。そしてこの録画、今東京電力がピー音を1650箇所も入れて、すべて自分たちに都合の悪い録音を消して、そしてマスコミに公開するということでしています。でもそれは録音も録画も許さない、すべて筆記のメモを取らせるだけ、そんな公開の仕方はありえないんです。ありえない。新聞協会も抗議していますけれども、もっともっと国民の大きな声で録画を公開させる、そういうことを私たちはしていこうと思っています。そしてこの国会事故調、先ほど言いましたけれども、黒川委員長もう辞めた後ですね、原子力、安全委員会、原子力委員会で、事故調の話を、されました。15分の予定を1時間以上黒川委員長は語りました。そして事故調がなぜ、事故調の報告の中で規制委員会の人事に関しては30名の委員の候補者を挙げて、その中から国会が選ぶようにという勧告をしているにもかかわらず、今回規制人事は5人の枠に5人しか推薦をしないというひどいやり方をしています。これでは国会の事故調査委員会を立ち上げ、半年間、権限を与えていろんな調査をさせたという意味がありません。これはアリバイ工作に過ぎないんです。そして国会でもこの黒川委員長を証人喚問することもせず、ただ報告書を出させただけ、そんな、やり方っていうのはやはり許せないと思います。私たちはこの規制人事案を早急に撤回させ、黒川国会事故調が提案したようなやり方で再度規制人事を、やり直す、そういうことを求めていきたいと思っています。ありがとうございます。ありがとうございました。
それではちょっと9時回ってしまいました。この後この環境省の、ビルに向き合う、人間の鎖ヒューマンチェーンで人事院の撤回を求めていきたいと思います。で今日はこの正門の前のこの、正面の側とそれと、日比谷公園の側にも、何か、おられますよね。風船とかプラカードあります。あちらにもおられています。20、30、40のこの人間の鎖で、環境省に対して声をぶつけていきたいと思います。で今日はコールは、人事案撤回、原子力村出てけ、この2つを基本にして、コールをしながら、隣の人たちと、徐々にこうなるべくバランスよくですね、手をつないでいくような形で、動いてきてください。よろしくお願いします。でまずは全員が環境省の方を向く、そういう形でまずは、人間の2人をつないでいきたいと思います。それではコールを始めます。一緒に声を上げながら、人間の2人、作る体制を整えていってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それと、忘れないうちに言いますが、今日配られている黄色いこの紙のプラカード裏側に、なぜ、問題かということと、右側の方にこのままでも議員に対して送れるサンプルのレター、議員への要請用のレターがついています。こちらに、お名前を書いていただくだけでもいいですし、一言メッセージを書いていただく、あるいはもう全部オリジナルで自分で書いていただいてもいいです。もう本当に時間がありません。来週にも採決が投稿されるおそれがあります。この役目を受けに必ず皆が自民党公明党民主党の議員に対して1点多く小野メッセージ発してください。この人物が出てきた元の元の絵は全然違う。裏も一緒なんですか？裏は何もないです。ああ裏はない。
Thank you.
への出発で、大成功ということで終わっていきたいと思います。来週月曜日、また、6時から、官邸前でアピール登録します。また3時から営業中が始まりますので、
I don't know.